ね。はい、じゃあ体重測ります。おはよう。似合うな。4100。おはよう。一日中になって食欲とかはどうですか。若干落ちてるような気がする。4100。めっちゃご飯なってるんですけど、お願いします、うん、先週の木曜日ね、うん、15分ぐらい。おはよう。まあその前が去年の12月ですね。だからまあ一応正常範囲です。6ヶ月から10ヶ月周期ぐらいが正常だから。でもう1週間経ってるからやってますよね。少なくなってます。少なくなってると思います。まあそれも正常です。1週間超えてもさ、たくさん出る子もおかしいですからね。最初多いでしょ。でだけど、うん、まだこれ陰部がさ、普通のこの子の普通の時の状態の4倍ぐらいあると思いますから、大きい。だん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 2週間過ぎてくるとだんだんちっちゃくなってくる。はい、じゃあおはよう。反応してました。なんか飛んじゃったんですね。そうです、じゃあ、もし来れたら明日の午前中、はい、来れんかったら電話、はい、どちらかで、はい、明日の午前、明日日曜日だもんね。日曜日です、はい、はい、聞いてください。ありがとうございます、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、お願いします。ミュージック、あの食欲がちょっと落ちるかもしれないけど、うんちは毎日出てますよね。あ、出てます。どうしても生理中って多少食欲ムラが出ます。あ、そうですか。でも毎日うんちが出てればまあいいですね。出ると困るんですけど。はい、ごめんね。じゃあ顔見してね。はい、顔見してね。こっち見とってね。すごいな、眩しくないの。ちょっと眩しい、うん、すごい、網膜まで見えるんですよ、こうやってやると。そうそう、正常範囲だと。全部は見えませんけどね、うん、本当に見ようと思ったら賛同させないといけないけど、うん、そこの瞳孔から見えるところでね。あ、そうなんですか、うん、で、まあ、7歳、10歳過ぎてくるとさ、白内障の子は結構いるんだよね、ここだけが。見えてる、ワンちゃんでも。みんな見にちゃってね。そうなんですよ。ちょっとそういう気がある子は進行性の目薬とかね、刺したりそういうのもあります。人間のやつです。人間の白内障の進行性の目薬と一緒です。ていうか人間のと老年性白内障のやつです。最近はあれですよ、眼科の専門医が動物いるから白内障の手術する先生いますよ。あの、上手の方にそう、できるんだ。そう、できるんです。ただね、白内障の手術することは目の裏まで検査しなきゃいけないからさ、おとなしい子じゃないと手術してもらえる。目、こうやって触ってなんかとか、点眼とかね、やれん子はちょっと手術した後のケアができないからね。そういうのがあるけど、点眼点字したインタビュー、お口のチェックするよ。ごめんね。エリカさん、ありがとう。あ、俺こうだね。エリカちゃん、ちょっと嫌なの。大丈夫よ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。あとないよ。あっちゃん、おいしいやつ、おいしいやつ。エリカだね。グッドだね。すごいじゃん。ここが肝なんだよね。上手。そこは。上手上手。はい、リカさん、さあ、僕はだんだん嫌なことになってくるけど、ちょっと膝からつけますね。ごめんね。頑張ろうね。リカちゃん頑張れ。あ、リカさん、すごいね。リコだね。ちょっと重くあげようか。こうしてから。美味しかった、あれ。あーちゃん、何が嫌いなの。さあ、ちょっと爪と肛門腺で。爪嫌い。爪嫌いだよね、爪とか。嫌いなんだ。頑張れるね。それは嫌いだよね。だよね、足先敏感だよね。はい、頑張れ、まーちゃん。はい、頑張れ、頑張れ。えー、リコーだねー。毛が抜けるからさ、その切りたいとこなんですよ。リコーさん。
はいちゃん。よし。やりそうじゃん。うん、やなんだ。ごめんね、ごめんね。はいはいはい。すごいね。あちゃすごいね。すごいね。できるじゃん。あ、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。じゃあやんなってきちゃった。はい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 、頑張れ頑張れ高島くん、はい、頑張れ頑張れ、頑張って、大丈夫だよ。それで CP をちょこちょこ舐めさせてあげて、少し少量ね、少量で何回もね、一気にたくさんじゃなくて、頑張れ、はいはいはい、はまちゃん、それからクイックストップ出しておきますね。あ、リコーダー、頑張れ頑張れ、蓋に開けといてね、頑張れ、えらいねえらいね、できるね、ちょっと嫌なだけだね、美味しい、すごいじゃん、すごい、あるからね、もっといっぱい出しちゃって大丈夫か、この間いつやったんだ、1ヶ月ぐらいですね、伸びるの早いね、結構ね。そうですか、ありかんさん、わらちゃん、散歩は行ってるんですか、今この子は。行ってますよ。1日何分ぐらい行かれるんですか。15分ぐらい。すごいじゃん。はい、じゃあね、反対向き。休みや、朝よし、これとして。あ、本当に。よいしょ。いいですね。はい、頑張って。好きなんですね、散歩。うん、好き、大好き。散歩好きなの。嫌いな子いる。慣れてない子は嫌いな子いるんですよ。お家の中で飼ってた。あ、そうです。だから小さい時から行ってないとさ、怖いよ、うん、怖いから、歩かんとかね、小さい子に多いね、小さいワンちゃんに、普通はみんな大好きですよ、大好きです、うん、大好きです、うん、大好きです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 、散歩の準備しだしたらなんか嬉しがってますよね、ワンちゃん、いいね、それもらってると多少さ、爪切りのこと忘れてる、よしよしよし、おとなしくなるのね、ちょっとおいしいやつがあるといいね、じゃおりこうじゃん、すごいすごい、あやんだあやんだ、はいはいはい、よし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 、立川来てもらおうね、あちゃん、あちゃん、おいしいって言っちゃった、すごいじゃん、ちょっとだけ嫌いな人だけどね、一回これもやってみて、違う歯ブラシで、あ、新しいやつ、それは歯磨きじゃない、栄養剤、うーん、違う歯ブラシで何でやって、リカーマランちゃん、今日全然怒んないじゃん、ねえ、怒らないよね、本当はね、きっとおいしいやつを飲めさせてもらっといてね、はい、じゃあ今度肛門線いきますね、肛門結構出ますよね、肛門線は嫌だよね、1、2の3、いいよ、なんなんそれ、それは嫌、うん、それは嫌、違うのは嫌なの、あ、分かった、味ではちょっとあんまり好きじゃない、好きじゃない反応、あ、はいはい、よし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 、あ、向こうだね、終わった終わった、肛門線はすっごい出ました、いりません、聞き悩むみたいな、何、うん、よし、はい、じゃあグッドでした、ね、グッドだったね、ありました、向こうさんだ、はい、最後にさっきのでしょねえ、よかったね、まなちゃん頑張ったからです、ね、頑張ったらもらえる、こっち向きにして、え、はい、ちょっと、あ、いや、まだあげるよ、はい、こっちもつけて、はい、全然舐めない、つけてつけて、はい、どうぞ、ペロン、すごいですね、ビタミン、舐めるけど、こっちのが好き、騙されたら、つけて、はい、ちゃ舐めちゃった、ちょっと拭いとくね、ここね、すごい、
最初からこうやるとダメなんやね。やっぱ好きじゃないんだね、そんなに。はい、わかった。そんなに評判良くないね、ニュートリップ。はい、じゃあ体のブラッシング。はい。じゃあ、入れたね、よかったね。はい、OK ですね。で、じゃあ予防薬を出しておきますか。はい、お願いします。これ通り過ぎてるから、もう強化して食べさせてくださいね。ちょっと遅れました。よいしょ、外す。先週食べるの。そうですね。最近結構早く食いますもんね。ね、ね。はい、じゃあクレデリオプラス出していきますね。はい、はい、じゃあ待ち合いでよく褒めてあげてください。はい、頑張りました。はい。はい、じゃあワゴンの方で診察台を片付けて。はい。はい、お願いします。